しっかり見渡せるようにと、通常は1頭のところを2頭に、この車両を大切に受け継ぎました。お待たせいたしました。SL 大樹号の登場です。ここで一旦停止してから停車台へ入線いたします。停車台から出発いたします。
これより15時37分発、SL タイム6号2番線出発を発表いたします。SL タイム号は平成29年8月10日に営業運転が開始となり、下井の駅鬼怒川温泉区間 12.4km を駆け抜けています。ありがとうございました。次回はSLタイム号へのご乗車をお待ちしております。